最後に真正面バージョンで書いていこうと思います。筆の真ん中の部分を優しく持って墨をたっぷりとつけて、では書いていこうと思います。にじみが気になるようならこまめに吸い取り紙などで拭き取るようにしましょう。